ラビアリピーウェブランチタイムブレイク、本日も始まりましたジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。ただいま渋谷区は快晴です。雲一つないな、ここから見る限り。現在気温は8度、最高気温9度で、2時に9度になりますが、また3時に8度に落ちて、5時に7度、6時に6度、7時に4度、9時に3度、11時に2度、そして深夜1時に1度、4時に0度でございます。はい、最低気温はやっぱ寒いですね、夜中はね。はい、そんな感じでございますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日は、ランチタイムブレイクススクローブヒップホップと題しまして、ゲストを迎えて、ゲストの昔をね、ねほりはほり聞いてしまう、回をやってるんですけれども、今日のゲストはエロンです。ここ最近ちょっとマンボウもあるんで、ゲストの皆さんできるだけ、電話ゲストでお願いしておりましてですね、まあその分結構いろんなエリアの方々に、出ていただいてるんですけれども、そう、先週は DJ 本田さん、そして、その前がトニータッチとかね、その前がシンゴとか、はい、そんな感じでやらせて、いただいております。で、今日はエローンということで、ツイッターの方で早速こんにちは、今日も時間足りないかな、どんな感じになるですかね。はい、とにかくいろいろちょっと今日はね、エローンの選曲もなかなか面白いとこからスタートするんで、はい、いろんな感じなんじゃないかなと思っております。1610スクラブヒップホップよろしくお願いします。学ぶ、こちらのイベントに行ってきました。レゲエのイベントにマドさんが参加していました。クルーの中で特にラップうまいですし、レゲエもできる、ここまでのレベルのラッパーは他にいるでしょうか。ちなみに同じクルーのミネさんには当日道で少し前にはレコード屋で会いました、ということでね。はい、相変わらずでございます。学ぶはね、いろんなとこ行ってますね。はい、コパジブさん、皆様ウェイよ、木曜講義よろしくです。良平こんにちは。本当に明日から暖かくなるのかなっていう寒さですね。そうだね、ずっと言ってるけど金曜日から暖かくなるはず。明日は最高気温12度、ただ前、最低気温-1度、これはだから明日の朝のことなのかな。あ、明日の朝もマイナス1度、なんないから、どういうことなんですかね。寒暖差が激しい。土曜日は最高気温14度、日�曜日が最高気温17度。まあでもとりあえず見た感じでいくと、明日以降は最高気温みんな10度超えでございます。なので、まあ多少は暖かくなるのではないかと。はい、ともひこ、ジブさん、リスナーさん、セイハロー、本日の木曜講座よろしくです。カオリン、こんにちは。ジブさん、夜は眠れてますか。なんとなくツイッターの出没具合が気になって。ああ、はい、昨日はですね、ちょっと、今日あんまり、ね、ちょっと寝不足でございますですね。はい、なんか眠れないとかじゃなくて、ちょっと忙しかったり、いろいろで寝不足だったりしていて、はい。ホチミ、ジブさん、今日は関西弁多く出そうだな。チョキ君、今日もよろしくお願いします。他には上の方に行ってみて、ニコ、ジブさん、皆さんこんにちは。間に合った、エロンさんゲスト会楽しみにしてました。サイネスト、お疲れ様です。木曜日、本日も拝聴させていただきます。エロンさん楽しみ。宇治広、ジブさん、皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。勝久、ジブさん、皆様ウェイよ。今日はエロンさん楽しみです。坂東市から今日も聞きますよってことで、今日もね、2部の方はもちろん DJ ケンボーン The One and Two、 本日もこちらレップスタジオから生放送、生 DJ でございます。今日も2時間お付き合いよろしく、ということで早速繋いでみましょうかね。本日のゲストはエローン。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大阪の方は天気はいかがですか。今日はね、ちょっと暖かくなると聞いてるんですけどね、大阪も、まだ寒いですね。日中暖かくなると聞いて、まあ、ちょっとマシな気もするんですけどね。ね、なんか風がちょっとないんで、若干マシかなって感じですね。やっぱ風吹くと寒いよね。そうですね、強い風が吹くと北風が結構寒いかなって感じですね。本当そこなんでございますですけどね。
まあでももうそろそろなんか春の訪れも感じる感じで。そうですね、なんか空の色とか見ると春っぽいなと思ったりするんですけどね、うん、そうなんだよね、そうなんだよね、はい、ちょいかなと思いつつ、はい、ということで今日は1時間電話対応なんでちょっと大変かと思いますけれども、よろしくお願いします。どうでもないです、よろしくお願いします。はい、最近はどんな感じの、まあ、マンボウになってくからいろいろ大変だとは思いますけども。そうですね、まあ、一応イベントはできてるんで、まあ、ほとんどそのでっかいのしか僕らやっぱ弓としては呼ばれてるのは、うん、前ダイヤモンドフェスですね、だからジムさんやった、この前やるね、あれやって、うん、その前にまあ、うち大阪もエンターもギリギリ開催できて、そうですね、まあ、次また4月にエンターやってという、うん、ただまあ、イベントをね、なかなかやっぱ、そのちょうど、状況が悪い時だとやっぱお客さんもなかなか入らないんで、そうなんだよね、なかなかイベントの打ち方が難しいなと思いつつ、うん、まあでもいろいろと、はい、仕込みつつで、まあ新しいアルバム今年そうですね夏前には出そうかなと思ってるんで、インフメアイクメアの11枚目のアルバムはもうほとんどできてあと何曲かぐらいなんですけど、はい、ちょっとまあ仕上げに入ってる段階ですね、制作も、はい、まあとにかくそちらの方は頑張っていただいてという感じですけども、はい、このねスクールオブヒップホップ、とにかくまあ、はいはいはい、皆さんの昔話をひたすら聞かせていただく、1時間でございますけれども、はいはいはい、まずはそもそもなんだけど、そもそもね、そもそもはい、子供の時というか、まあそのラップだなんだ、うんうんうん、ヒップホップだなんだとか言う前に、うんうんうん、どんな音楽聴いたりしてたのみたいな、その辺から入ろうかなと思うんですけども。そうですね。例えば小学生時とか。小学生とかの時はほとんど音楽聴いてなかったと思いますね。なんか例えば、歌謡曲、J-POP、そういったところ辺も特別。そうですね、全然むしろ興味ないぐらいの、はいはいはい、なんか本ばっか読んでる子供やったんで、割とあんまりね音楽はね、うん、そんなに流行って、まあ、その J-POP ブームが来る前なんで、小学生の頃とかは、うんうんうん、なんかねそんな別に本当流行ってる歌もさほど聴かず、うんうんうん、音楽自体にそんなに小学校時代は馴染みなかったですね。ただその映画とかで、はい、ビバリーヒルズコップとか、はい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 、エディ・マーフィーの喋り方とかを見てて、うん、なんか早口で喋るのかっこいいなっていう認識はあったんですよね、うん、その辺からちょっと早口には憧れる感じはあったと。そうそうそう、なんかなんかアナウンサーがやたら、まあ、その古舘一郎さんとかが早口で喋るっていう行為自体がかっこいいと思って、はい、でその勝手にその街の人を実況したりとかを小学生の時とかはしてました、ね、街の人実況、それはそうそう、うん、なんか、はい、なんか適当にこう言葉をアフレコじゃないですけど当てて、うんうんなんかそういうね早口言葉自体にすげえなんか憧れというかのあったっすね、小学校の頃で。まあそのエディ・マーフィー見て、でまあビアリーズ・コップとかですげえ早口で喋って、でそのまあああいう喋り方自体を聞いたことがなかったんで、まあしかもその英語版で見てないですよね。下條アトムさんのその日本語版で見てたりもするんですけど、その早口で喋ったりその手をつけながら喋る、まあ、アメリカ人の喋り方とかね、はいはいはい、ああいうこと自体はかっこいいなってなんとなくこうボソッと思ってましたね。はあ、例えばユータですよ、はい、大阪で言ったら例えばしんすけさんとか、はい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 、当時時代、例えばしんすけりゅうすけにしても、例えば東京でいたたけしさんたちとかにしても、はいはいはい、いわゆるこう、テンポの速い漫才が当時は流行ってたと思うんですけど、ね、そうですね、ただ僕小学校の頃はね、うん、もうダウンタウンが流行り出す頃やったと。ああそうか、じゃあもうそろそろ、じゃあもう時代も変わり始め、東京ではまだダウンタウンとか有名じゃないんですけど、うん、その頃大阪はもう4時ですよ、うん、だという番組がありまして、はあはあ、小学生かな、4時になるともう街から人がいなくなるぐらい、うん、そのダウンタウンの番組をみんな夕方聞いてたんですよね。まだ東京進出の前ですね。おお、すげえ。だからちょっと割とその早い漫才はもう大阪では終わりを迎えてたまた話になるんですけど、ちょっとこの、ダウンタウンの漫才が流行り出した頃なんですよね、お笑いが。はあ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 、はい、僕が小学生の頃なんですよ。そういうことなんですね。そうですね。そうか、で、中学校ぐらいで、うん、
その周りがすげえカラオケとかが流行り出す頃ですかね、うん、J-POP とかが流行ってる頃に、うん、でも J-POP は聞かずになぜか洋楽のロックとかを聞き出したんですよね、うん、なんでなんか覚えてないんですけど、なんか例えばそんなん聞くときって自分のまあクラスの友達そういうの聞くやつとかと一緒になんかこう話したりとかっていうのもあったって感じ？そうですね、一人ぐらいなんかそういう、まあ、FM がやっぱ、うん、トレンドになりだすというか中学生ぐらいになると、はいはい、AM だって FM だろみたいな謎のギリが出てくるんで、うん、で、まあ、大阪も当時 FM802 という曲がすげえ人気を、はい、マックス人気だった、まあ、流行のぐらいの感じで、うん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 、車にみんなステッカー貼ってるのがトレンドみたいな、はい、ありますね、あのステッカー、ね、なんかそういう時代だったんで、うんうんうん、でラジオを聴いててラジオの洋楽をチェックするようになって、うんていくんですよね多分、うん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 、でもまあロックでしたね、でロックのライブとか結構行ってましたね、うん、例えばなんか自分で覚えてるあの CD 買ったとかそういうので行くとどんな感じとかあったり、結構ね、まあまあボンジョビっすよねやっぱりね、うん、やっぱボンジョビを聴きつつ、うんうん、日本で一番流行ってそっからでもなんかロックの雑誌とかも多分買ってましたね、買ってました買ってました、ほんでまあでもまあガンズとか、うん、ミスタービーどんどん結構掘ってって、そのスティーブ・バイとかドライブ見に行ったりとか、はい、ミスタービッグとかで、いわゆるまあでも王道、王道っていうかまあロックですね、うんうん、ロックンロール、ロックの中でもまあ、うん、チャートに入るようなタイプの、そうですね、うんうんうん、そのハードロックとかでもまあなんか掘ってって、たまに濃いロックとかも聞いてましたけどね、うんうんうん、ゼッペリンとか、あ、じゃあ昔のクラシックも少しずつ、そうそうそう、ただやっぱ当時は情報がないので、うん、CD とかそのラジオでかかってくるのをまあ聞いて、うん、でアルバムを買ってって感じだったと思いますね。そんな、エロン少年がですね、まあ、はい、まあ、みんなね、聞いてるのは、はいはいはい、まあ、なんかこう、まあ、ヒップホップ、まあ、以前、はい、ヒップホップというよりも、まあ、とりあえずそのラップというこの唱法ですね、歌い方ね。はいはいはい、これってまあ、うん、これってまあやっぱりまあ、まあ、違和感を感じるわけじゃないですか。なんだこれと。なんだこれってね。なんだこれってなるわけじゃないですか。うんうんうん、そのなんだこれの、こう初体験は、どんな感じで訪れたの？なあ、それもね、うん、そのラップっていう認識自体は、うん、どれが最初かはもうほとんどやっぱ覚えてないんですけど、それこそなんかロックの楽曲の中に、うんうん、ラップ、ラップ調の部分があったりとか、詞を奏でるだけのとこがあったりとか、多分ね、スチャダラパーとかの、うん、なんかね、うん、ゼルダの伝説のコマーシャル、うん、じゃでも、セイコーさんの、なんか、ケロックコンフレックかなんか、ね、はい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 、あれとかも多分ラップっていう認識、なんだろうこれみたいな、があって、うん、でもそんな中でなんかそのラジオから流れてきたその曲が結構ラップ、うん、まあラップの曲があって、うん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 、それ辺からあれでそれをラジオとかでラップって多分紹介してるんですよね、ちゃんとね、はあはあはあ、ラップ多分ヒップホップでは言ってないけど、うん、ラップグループですとか、うん、なんか多分そういう紹介をしてて、あ、これがラップって言うんだみたいなのを多分覚えたんが、うんうん、中3か高1ぐらいだったと思うんですけどね、中3ぐらいですかね多分、うん、で今日はね、はい、その中で1曲とりあえずピックアップしていただいてるんでございますけれども、イーストセブンティーン、イーストセブンティーですね、これがそうですね、うん、初めてなんかラップ、これがラップだって認識したっていう曲なんですかね、まあ、なんかいろんな曲あって、それこそ2-1 リミテッドとか、はい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 、なんかどれかなと思って、さっき今日選曲って言われて年代を遡ってたら、うん、多分これが一番先やったんかなみたいな、うん、で、うん、CD のジャケとか、うん、ステッカーとかついてるんですよ、うん、CD 買ったんですけど、うんうん、でそれがロゴとかがちょっとグラフィティなんですよ、かっこ悪いんですけど今見たらなんかね、うん、UK のグループなんで、うんうんうん、まあ、UK のグループなんでってのもあるんですけど、ジャケとかがでもグループ自体が一応ヒップホップやっぱ意識してるんですよ、うん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 、そのポップラップというかそんな感じのジャンルなんですけど、うんうんうん、ポップと、まあ、テイクザット当時イギリスで結構流行ってたのライバルグループみたいな位置づけなんですけど、うん、でもまあラップみたいな、うん、歌じゃないみたいなとこがあって、それが結構正直で俺的にはラップがちょっとじゃないみたいな、だから今聞いたらあんまラップないんですけどもっとラップラップやと思ったけど、でもなんかそのサウンド自体がバンドじゃないっていうか打ち込みで作ってる
んですよね、おそらく。その辺も多分衝撃やったと思うんですよ。それまではバンドの音楽しか聞いたことないけど、そういう打ち込みの音楽を意識、分かるようになってきたのがこの辺やと思うんですけどね。イーストセブンティーですね。なんか、なんか、で、そうなんですよ。はい。なんか雰囲気がね。で、ダンスとかもちょっと入ってるし、今は PV さっきも見直してたんですけど、まあ、すげえ笑けるね。面白いんですけど。ちょっと、それ皆さんに聞いていただけますかね。聞いてもらえますか。はい。曲振りお願いします。はい、わかりました。聞いてもらいましょう。イーストセブンティー、1992年のナンバーで、ハウスオブラブ。お聴きいただいたのは本日のゲストエローンのセレクション、初めて聞いたラップ曲でイーストセブンティーンハウスオブラブでございました。うーん、ワンラブワンブラッド俺のマイピーポーと同じやんっていう、もうテーマが壮大っていうね、すごいですね。はい、もう愛が地球を救うぐらいの歌詞の内容がまたいいんですよね。いや、肌の色なんて関係ねえみたいな、イギリスの人たちがイギリスの白人グループがラップするってあたりもすげえやっぱ今ちょっといいなって思いますけど、ね、すごいねこれなかなか。いやー、なんだろうね、めっちゃ流行ったんですよ。あーそう、あーそう、はい、なんかね、俺の中で、あ、はい、エローの中でね、あの、はい、いやなんかなんだろうな、言うたら、はい、言うたらあれですね、例えば日本のグループとか曲とかで考えていくと、例えば、TRF とか。ああ、まあそうでしょうね。とか、ちょっと違うけど、ダパンプとか。まあ多分小室さんがこういう UK サウンドに影響を受けて、ツアーレミテッドに影響を受けてグローブ作ったって話聞いたりとかするから、そうかもしんないですよね。そういうことかもしんないね。そうですね。その後 TLC とかに影響を受けてもうちょっとああいうグループ作っていく。最初多分 UK のなんかやっぱ、ユーロビートっていうんですかね。はいはいはい、イギリスっていうよりか UK っていうかなんか、当時まあ、クラブもこういうの結構かかってて、大阪。そうですね。だシャンプーとか、なんか同じ、エイスオブベース、もうちょいかっこいいかな。なんていうんですかね。でもなんかこう、イギリスのサウンドっていうか、すげえ大雑把に作りますけど。はい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 。でもさっきちょっと見てたら、この後このグループやっぱ脱退と結構繰り返して、まあ主要メンバー一人残って、ドラッグで溺れるメンバーもいたりとか、結構やっぱまあ、ゴリゴリ。はい。まあでもなんすかね、やっぱりこれ92年だから、はい、多分その、まあ世界的にも、こう、まあいわゆるちょっとしたこうラップブーム、ニュージャックスイングとかは流行ったちょっと後ぐらいだと思うから。そうですね。黄金期迎えるぐらいですね。なんかこう、そういうものをこう取り入れましょうっていう空気はすごく多かったのかな。うん。このちょっと後に、スノーが出てるんですよ、多分ね。インフォーマーが。あれとかにも、なんかすげえやっぱ正直食らって。あれもまあ、もうラップなんかレゲエなんかよくわかんないですけど、まあ音はレゲエやけど、歌詞はラップにほぼ近いみたいな、なんか、ああいうのとかもなんか、当時やっぱそういうラジオから入ってくるラップ調の曲にまず影響を受けましたね。例えばそれでスノー聞いた時に、はい。その時にこれはレゲエなんだとかっていうのはなんかもう、その時はなんか。あ、もうでもあれは完全ラップでしたね、最初俺の中で。レゲエはまだなんかよく分かってなかったんです、はっきり言って。レゲエはなんかそのラスターっていうかドレッドの人みたいな認識しかないというか。いわゆるレゲエのおじさんっていう言い方的にはそういうやつでございますね。そうレゲエのおじさんとかそういうイメージだけしかまだなかったですね。だからもうあれは完全ラップとして認識してましたね。ラップの曲だっていう。まあだからとにかくじゃあそういう情報は結構ラジオから全部もらってたというそうですね、ラジオで高校で、高校行った時にチャリンコにこのイーストセブンティーンのステッカーを貼ってたんですよね、うん、そしたら、高校の別のクラスの友達が、イーストセブンティーン好きなみたいな、ちょっと食い気味でかかってきて、え、知ってるみたいな感じで、それが、うちの DJ カンですね、インフレ役名。え、その時そういう、カンはすでにもう、いろいろ。カンは、カンもまあ、ラジオからだったんですけど、カンはボビー・ブラウンとかダンスミュージックを結構聴いてて、すでに。僕よりちょっと早くダンス、ロックを聞かずにダンスミュージックから、その、イーストセブンティーンに取り付いてたんですよね。イーストセブンティーン、恐るべしやな、これ。大阪で流行ったんですけどね、結構。すごいな。そうか、そうか、そうか、そうか。
で、まあ、そんなので、こう、なんとなくね、まあ、まあ、そういった音楽に少し、こう、出会っていくというか。そうです。でも、こっからはもう、ぐっともラップしか聴かなくなるんですよ、だから。ほう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 。多分、この辺からも完全にロックを聴かなくなるというか、まあ、聴かなくなることなんですか。チェックしていくのは、結構それこそ、カンから教わったりとか、そういうのはでかかったの？当時は。いやー、なんかね、でも、なんでしたかね。でも、ラジオと、でも、カンもまたラップにそこまで、没頭してなかったんで、この頃は。ダンスミュージックの中のラップで、でもそうですね、カンと同時に一緒に今日、なんか、どうしたし、でも当時ね、そうですね、まだ、最初の頃は、ちょっとラップとダンスミュージックと一緒、もうでもこの辺の1年って超濃厚なんですよ、俺の中で。いろいろありすぎたというか、なんかもう、一気にラップにこう没頭していくんで、で最初の頃は、こういうののカタカナでやっぱ書き起こして、歌えるようになりたいっていう、なんか、それを練習してたんですよね、ひたすら。英語でこう歌える。しかもこう、ラップをみたいな。まあだからさっき言ってた、子供の時に、その、古舘さんとか、まあ、エディ・マーフィーとか、そういうのにこう、その、早口なところに惹かれていったところの、まあ、やっぱり延長線上にあるってことなのかな、その辺は。そうですね、なんか、とにかくかっこいいみたいな。これ俺言えるで、みたいな、そういう話。そうですね、別に披露するわけでもないんですけど、どこで。ただ自分の中でなんかもう本能的にやろうみたいな。これラッパやらなみたいなね、英語の歌詞を耳コピして、カタカナで起こして歌うのを多分やってましたね、この頃は。その前にさ、ロック聞いた時は特別なんか楽器やろうとか、そういうことに なってはいなかった。なんかね、高校入った時にバンドやろうぜみたいな雰囲気になって、友達と。で、お前何やるみたいなで、まあ、だって、なぜかベースを交わされて。でももう全然ですね、もう全然、もう1ヶ月もやらずに終わりました。なんかもう、ろくにもう、指開かんわ、みたいな。もう諦めて、すぐ終わるみたいな。もうなんか、聞くもんだ、みたいな。ロックはやるもんじゃないな、みたいな。別にやりたいとも思わなかったです、はっきり言って。たまたま連れがバンドやろうぜ、みたいな雰囲気だったんで、スケボーやろうぜとか、そういうノリで買ったけど、もう全然、面白くなかったです。でもそれに比べると、まあ、ラップの方はなんとなく自分で、ちょっとこう、まあまあ、なんか練習するみたいな感じも少しちょっと、ギターとかベースとかやるのとは違うもんね。なんかね、なんか、ほんま本能的でしたね。もう、やらな、みたいな。なんかほら。知らないですけど。ギターとかベースとかってさ、初めにまあなんとなくこう教本みたいなの読んだりとかさ。ありますね。ね。買いますね。そうそうそう。いわゆるその教科書的なものがあるのが、なんか逆にうざいみたいなところもあったのかな、もしかして。そうなんです。だからラップは、俺しか聞いてねえみたいな。まだこの頃は。学校でも俺しか聞いてねえだろうみたいな。そこがかっこよさでもあったというか。誰も知らないだろ、こんな音楽ぐらいの。まあ、ラジオからかかってきてるから誰もが知ってるんですけど。なんかね、そのマイノリティじゃないですけど、はいはいはい、ちょっと少数派なかっこよさもあったっすね、やっぱり、初期は。で、まあ、そのね、まあ、ラップ言うてもほら、いろんなラップがあるわけじゃないですか。はい、で、まあ、それこそね、はい、イーストセブンティーンは、まあ、決してヒップホップではないっていうことも含めて考えていくと、こっからだんだんこう、ラップをチェックしてるうちに、まあ、いわゆるヒップホップというカルチャーに出会うというか、そうですね。そういう風になっていく流れがあるわけだよね。その辺は どんな感じだったの？どうすかね。でも、初期はだから、結構その全部言うたらもう曖昧ですよね。そのヒップホップと認識する。まあ、多分それこそ、この頃に、MCAT とかはもう同時期ぐらいに多分流行ってあるんですよね。ボンバヘッドとかも。あれも最初はもうラップって認識なんですよ、俺の中では。一緒なんです、全部一緒。ただ、なんかそんな中で、多分それもラジオでヘビーローテーションにかかってた、ジャジー・ジェフとフレッシュ・プレンスの、はい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 、今のウィル・スミスですね、の、ブーン・シェキザ・ルームがかかってて、で、それを、それはまた全然違ったんです。俺がそれまで聞いてたラップと。なんか音が全然違うなって思って。それがまあヒップホップの認識の多分、ヒップホップ認識したというか。で、出てる、なんか、ミュージックビデオとかも夜多分なんかね、MTV かなんかやってて、それで見たんか覚えてないですけど。はいはい。
なんか格好とかも全然違うし、うん、で黒人やしみたいな、うん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 、なんかそれまでは白人とかロックとかの、うん、黒人やしみたいなんで、うんうんうん、もっと衝撃を受けるんです、曲の格好さが一番なんですけど、じゃあちょっとせっかくなんでそれも言ってみますかね、はい、はい、曲振りよろしくです。DJ ジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスでブーン・シェキザ・ルームを聴いてください。どうぞ。 WRP ウェブランシャンブレイクス、お聴きいただいたのは本日のゲスト、エローの、セレクション、ヒップホップにハマったきっかけの曲ということで、 DJ ジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスブーン・シェキザ・ルームをお聴きいただきました。ここで一回コマーシャルを挟みまして、コマーシャルの後も、エローの昔話いろいろ聞こうと思います。皆さんそのままステイチューン。WRP ラップラインシュタインブレイクス back again。 本日、スクールオブヒップホップゲストはエロンでございます。ブーン、はい、いやー、あのね、やっぱりまあまあ全く違うよね、音としても考えても、ね、そうですね、うん、違いますね。で、あのやっぱりその MV 見ると、その、はい、いわゆるそのなんていうんですか、ヒップホップノリというか、そうですね、そういうのがもう前面に出てきてね、うん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 、ノリが違いますね、やっぱ。まあ本当そこだよね、イーストセブンティーとは。はい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 。ツイッター見てて、その良平さんが C&C の流れって書いてあって、確かに、まあ、イーストセブンティーとかそのダンス甲子園とか、そういうあれだったかもしれないですね。なんか、で、当時ダンス甲子園中学校の時流行ってても、俺ダンスにはあんま興味なかったんですよね。みんなダンスやってたんですけど、クラブダンスコンとかで、俺はこんな入ってるラップの部分だけがすげえ気になってたってのが、今思い出しましたね。じゃあ、ということは、やっぱり、はい、あれか、ダンス甲子園とか、まあ、ダダとかにしても、うん、ダンスが一番手前にあることが、逆にそこが、ちょっとこう、入り込みづらい部分でもあったのかな。そうなんですかね。ダンスにはあんま興味俺は湧かなかったんですね。ただそのダンス甲子園とかで流れる中のラップの、まあヘビーディーとかも多分分かったと思うんですけど、ラップの部分にやっぱ興味が出だしたんですね、多分ね。で、その延長で高校、それが多分中3ぐらいだったんですけど、はい、で、高校入った頃にその、完全にその、この、ウィル・スミス、フレッシュ・プリンスの、これ聞いて、もうヒップホップだって認識するんですよ。あーはーはーはー。で、どんどん、多分、スヌープのファーストとかがリリースされたりとか、もう一気に、もうそっからもうどんどんヒップホップと、そのヒップホップっていうのを認識するようになって、で、それこそカンが、なんか雑誌があるらしいで、みたいなんで、で、フロントとかを買うようになるんですよね。ブラストの前ですね。クロスビートの元々は別冊みたいな感じでしたね、はいはいはい、あれも確か、ね、ロック誌の別冊で出てて、ほんで、そっからもうそっで、ラップ情報を仕入れていくようになってったと思うんですよね。そうか、そうか。まあ、ほんとね、この、なんかコーナー、スクロビヒップホップ、結構こう、はいはいはい、いろんな世代の人に出ていただいてて、はいはいはい、まあ、なんだろう、それこそ、DJ 本田さんとかになってくると、はい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 、俺はじめはカーティス・ブローかな、みたいな。古すぎる、オリジナルすぎるじゃないですか。うん、で、そういうのだったり、まあ、するんだけど、はい、大体そうだね、エローンたちの世代ぐらいっていうのは、ちょっとその、ね、こう、いわゆる、はい、大ブレイクした、はい、ドンズバヒップホップではないところへんが、実は入り口っていう人は結構多かったりして。うん、そうかもしれないですね。だからまあ、売れることって大切なんだなっていう話をね、今ね、CM 中にやんだけどしてたんですけど。ラジオ、つながり、その、ディスココンビみたいなのが出ててね、昔。それも、そのラップ聞き始めた頃だと思うんですけど、そろそろ。で、ディスココンビみたいなのを買ったら、そこにカーティス・ブロー入ってるんですよね。はぁ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 。おしゃべりカーティスが。はい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 。東大の。で、これ、それも聞いて衝撃をクソ食らうんですよ。これやんみたいな、もうこれが始まりやんみたいな、なんか直感でわかるんですよね、なんか。まあじゃあ、あれだね。いわゆるその、ロック聞いてて、その時に、ゼッペリンとか、クラシックロックを聞いてみたりするのと同じような感じ。そう。ああ、これが、こいつらの元祖か。正方って言ってるみたいな曲の中で、カーティスブロー聞いた時は。それまでは、クラブとかも行き出すんですけど、ライブとかも見るんですけど、なんか、その正方とか、サンバリ正方とかそういうのを、カーティスブロー曲の中で言ってるみたいな、すげえみたいな、なんか意味がわからなくて。それがスタートなんですけど、それをみんなこう、日本のラッパーとかフォローしてたんですけど、なんか、カーティスブローを初めて聞いた時も、ど衝撃を受けましたね、なんか。ああ、そういうことか。なんか、これ、なんか、それこそ、
その、さっきのイーストセブンティーとかのラップは、うん、真似できたんですよ、書いて。でも、このフレッシュプリンスのラップとかは難しくて、ちょっと挫折した記憶があるんですよね。抑揚とかやっぱフローが大きいんで、割とその、テクノとかハウスっていうか、その UK のラップは喋ってるだけなんですよ、今聞くとやっぱり。フローが単純やからできるんですけど、このウィル・スミスのラップは、フレッシュプリンスのラップはすげえやっぱ抑揚とか、今聞くとやっぱ、今やったら歌えるかもしれないですけど、ラッパーじゃない頃の俺からしたら難しかった記憶が、鮮明に思い出しましたね。でもそうかもね、なんていうかこう、やっぱりそのフローのパターンがいろいろ出てくるっていうかね。そうですね。そういうことだろうね。多分。そうか、そうか。はい、で、まあ、じゃあ、そんな感じで、ヒップホップにどっぷりハマっていく中。そうですね。まあ、エロンも、まあ、ちょっと真似事はね、カタカナでやってたかもしれないけど、これ、俺本気ちょっとラップやるわっていうところに、行くわけじゃないですか。そうですね。この辺のきっかけってどうだったの？何なんすかね、本当はもう覚えてないぐらいなんですけど、スヌープとかが流行って、スヌープのファーストめっちゃ食らって、そのもうジャケットとかデザインとか中のもう今見たね、わけわからんなんか、何の話をしてるんやろみたいな、髪がなきゃ負けねえぜみたいな話、何のこと言ってんのか全然わかんないんですけど、その翻訳の方買ったんで、でもめっちゃちょっとラジオっぽい喋りが入るとことか、それもだからずっと耳コピして歌ったりしたんで、でも、なぜかほんで、ラジカセとかを高校で持って行き出して高校に、誰も持ってってないさなか、スヌープをかけるみたいなテープで、そういうことをやり出して、で、寝るシャツ上だけ止めたり、そんなのもした。そうですね、そうですね、してましたね。してました。みんながシャツ開けてるなんか俺は止めるぜ、みたいな。寝るだけ止めたりとか。ちょっと、ズボンずらすのももう早かったんですよ、やっぱ。なんか、なんでお前そんなずらしてんねん、みたいな。いや、これやろ、みたいな。なんか、もう、ちょうどね、スケーターの流れとかでストリートファッションもぐっと入ってくるんで、ぐっと多分もう一気にそこからもういわゆるストリートになっていくというか、でもなんか雑誌とかがちょっとその後とかにこう BKBK がまあ流行り出す前やったんですけど、なんかやっぱ当時ほんとでかい服も売ってなかったんで、オランダ周りも。そういう、で街行くとフライヤーとかがあるんで、でまあ、いわゆる今夜ブギーバックのヒットとかがあって、そっから日本語ラップをぶち始めるんですよ。日本語ラップってあるんだってなって、日本語ラップを聞き出して、で、でもいつ頃っすかね、なんかね、日本語ラップってやっぱ歌えるじゃないですか、カラオケっていうか、まあね、自分の中で。はい。より歌ってって、最初、スチャダラ周りとかずっと聞いてて、その頃まだでもリスナーだったと思うんですよね。で、いつからか、そのスチャダラの多分、で、レンタル CD 屋で、昔レンタル CD 屋やったんで、ツタヤみたいなとこで CD を借りまくるんですよ、ラップの。でも、その当時出てた CD は、まあ、借りるし全部買ってたし、で、買いに行くのは都会に行かなきゃいけなかったんで、俺田舎住みやったで、この大阪市まで出てきて、しかもでっかい CD 屋って売ってないんですよね。インディーズ専門の CD 屋が昔はあって、どこもでもほぼロックとか、ヘビメタとかのインディーズ専門店なんですけど、その中にちょっとラップのコーナーがあったんですよ。そこでなんかもうラップとかレコードを見つけたら全部買ってて、で、まあ、プラスフロントとかで出てくる情報のやつは全部買ってって、でもね、なんかどっかでやっぱその ECD さんの、その今夜ブギーバックのアンサーソングみたいな。はい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 、はい。が触れ込みであって、なんだろうと思って、CD を借りて、そしたら一気にまあいわゆるそのアンダーグラウンドシーンってものに触れたんがその辺からなんですよね。それまではテレビとか、まあスチャダラパート、イーストエンドとその周りしか知らなかったんですよ。その周りはなんかね、CD のジャケとか見たら、そのファンキーグラマーとか、リトルバードネーションとかの存在は知ってるんですけど、でもその、ドゥーザブギーバック、イシリさんの、ホームシック、ホームシック買って、マスターコア聞いたときに、うわ、なんじゃこりゃってなって、で、俺もやろうって多分なった。その辺からかなと思うんですけどね。なんでかっていうと、僕が初めて高校の文化祭でラップするんですよね、人前で。はい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 。で、その時に合わせ詞を書いて、で、作って、それが初めての詞を書いて人前で詞をするのが高3の時なんです。17歳の時なんですけど、それまではライブ見に行ってて、で、それこそまあ、今のマグマとか竜像とかが、
当時はもうライブしてたんですよね。同じ年代なんか、後から来て同じ年代ってびっくりして、ええー、みたいな。そんな早いやつがいたんだって焦った記憶とか、デスペラーのしげちよとかが、当時は高校生でもライブしてたんですよ。で、俺もリリックを書き出すんですけど、だ最初高校の時は、ちょうどこのスチャダラっぽい、そのリトルバードっぽい、ワードと、はい、その、ハードコア、まあ、雷とか UBG とか、うんうん、後のね、そういうのがこう、混じり合った、ちょうど中途半端なラップを高校的にやった記憶がありますね。うん。フローは結構 LB 寄りやけど、うん、内容はハードコアみたいな。はぁ、面白い、ね。そういう感じでしたね。ハイブリッドですな、なかなか。はい。ハイブリッドな感じね。なんかそう、当時はそういう感じでしたね。なんか、うん、よくわか、小説とかもわからんまま作ってたんで。ちなみにその時、ライブで使って、はい、やったインスタとか覚えてる？何やったっけなぁ。洋物やったと思うんですけどね。なんか1曲2曲やって、うん、最後はポステカットみたいな感じで、うん、それこそ缶とかも出てきて、うん、何人かがラップを披露するみたいな。最後は大団円みたいな。そうそう、当時、一個下にロックバンドをやってる後輩がおって、そいつとかもお前 C かけっつってやって、その子らはね、今稲妻戦隊って結構あのメジャーで活躍してる子らなんですけど。有名だね。あれ、はい、だってそれ時ってさ、誰かバック DJ とかいたん、はい、DJ は、その、カンはまだ、カンもラッパーやったんで、その子ラップやれって言ったんで、DJ 機材を持った。当時 DJ ターンテーブルを持ってる人一人いたんで、そいつが DJ やらしました。ターンテーブルを組んで、やっぱり、ま、あの、これじゃなきゃいけないみたいな。で、カンとかは、カバーやろうみたいな。スチャダラパーのカバーでええやみたいな。いや、カバーは絶対あかんねんか、って。ラップはオリジナルじゃないとあかんねんか。ヒップホップちゃうねんでって言ったわけね。そうそうそう。カバーはね、って歌詞を書かした記憶がありますね。はい、で、なんか当時、同じ学年でラフィンノーズとかをカバーしたパンクバンドのボーカルとかにもリリック書かして。と、最後は大演壇みたいにした時は、ビート、それも覚えてないですね。覚えてないです。ビート何使ったか覚えてないですけど、何しかでもインストがあるレコードですよね。まあそうだろうね。はい。インストルメンタルがあるレコードの2面使ってラップしてましたね。もうめちゃくちゃな歌詞ですけどね。腐り切ったこの世の中に、みたいな。世界を落とすために俺は現れたみたいな。はいはいはい。ひどいもう。え、インとか踏んでたん？その時の。踏んでます。多少踏んでましたね。2文字とか1文字とか。でも踏まない小説もあったりとか。インをやっぱ激しく意識するようになってくるのは、もうちょこっと。それこそ。そうですね。でも、空からの力が一番やっぱ、あらら。ってものに明らかにこう、これがインかっていうのが分かりましたね。それまではなんか、インっていう漢字も読まれへんくて、本とか見てたら、これなんて読むんやろみたいな。これなんて言ってんのかなみたいな。あ、ほかって。それ分かんなかったんですよ。マジで。なんでこの漢字見たことないみたいな。まあ確かに出てこないよね、あんまり。そうなんですよ。今ではインフミヤ組合とか言うてるものの。言うてるもののね。そう。でも、空からの力聞いたときに、ダジャレやんみたいな、シャレやんみたいな思ったんですよね。これと俺もできんで、みたいな。より思ったんですよ。これなら俺もできるっていうのが、一番なんか空からの力聞いたときに、でも聞けば聞くほどこうかっこいいみたいな。なんやこれみたいな。あららそんな褒めても何も出ませんよ。はい。とりあえずね、一曲ラップを始めたときに影響を受けたという曲を一曲いきたいと思うんですけども、曲振りよろしくです。それでは聞いてもらいましょう。ECD フィーチャリングツイギー&ユーザーロックでマスターイコール。WRP Web Live Time Breaks。 お聞きいただいたのは本日のゲスト、エロンがラップを始めた時に影響を受けた曲ということで、 ECD マスターイコールでございました。いやかっこいいですね。これかっこいいね。ほんとね。ほんとかっこいいんですよね。最初の ECD さんのラインが、気の弱いやつならビビって連中の影隠れたくなるような連中が、新しい技に今日も挑戦中。演中、演中、どうすか。陰も硬いし、内容も超、なんか情景がね、かっこいいですね。いやここ、もうそこのライン、俺もね、一番好きなラインでございますですね。あ、そうなんですね。俺もかなりね、最初はね、ユーザーロックとかツイギーのとこ、子供の頃は好きやったんですけど、大人になるにつれて、この、西田さんの最初のとこがね、めちゃめちゃかっこいいんですよね。いや、そうなんだよね。それが、なんかね、当時のクラブというか、
めちゃくちゃかっこいいですね。なんかね、俺もね、はい、正直ね、はじめこう、石田さんの良さをあんまり分かってなくて。わかります、わかります。そう、なかなかそこに入っていけなかったんだけども、はい、この曲聴いて、はい、もちろん俺も同じように、ゆうちゃんとついぎすげえなって思ったんだけど、はい、はい、はい。そのなんか石田さんの良さを見出そうとして聴いてたら、やっぱりこのそのラインに、そうなんすよ。そう、やられるのよ。なんかこう、ね。そうなんすよね。なんかね、だからその ECD、うん、そのカンとかも ECD さんとかは、うん、なんかラップがこう聞きづらいとか、うん、この、実際俺もその、大人になってどん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 深みにはまっていくんですけど、うん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 、でもこのマスタイコアのこの、なんか、うんうん、でもなんか後で聞くとこのわざとこのふわりをずらしてきたさんがこの辺だみたいなね、なんか日本語でラップすることのこうずらしをこの辺で ECD さんは意識してやったらしいんですけど、あのラインがね、やっぱもうめちゃめちゃかっこいいですね、今聞いて。うん、そうなんだよね。でもこの辺の当時出てたその、まあ、いわゆる悪名とか、この後一気にそのアンダーグラウンドのやつも全部買ってくるんですけど、はいはいはい、悪名とかもやっぱ全部ね、全部かっこいいですよ、俺の中で。なんか当時出てた空気感というか、初めて本当に触れるもんだったんで、アサヤンあったじゃないですか、はい、朝やんで雷とか、ラッパガリアとか出た時、もうすげえ衝撃で、もうほんの何十秒かのラッパガリアとか、何十秒かのパフォーマンスもろくにしてない雷を暴れてるだけの雷とかをビデオで何回も何回も見るんですよ。なんか、あの謎のコンテスト、朝やん潰したってね、みんなが壊したっていう、一気に、あの、近田春夫さんが、ね、当時。あ、もうあれ辺の一気にその、クラブも行ってたんですけど、なんかちょっと空気感が違うなって、まあ俺が客側やったんで、ああいうアンダーグラウンドシーンっていう、まあ今変な括りですけど、いわゆるクラブシーンっていうか、東京のその熱みたいなのを一気にやっぱこの辺で食らいましたね。でまあそんな感じでラップが始まるわけで、ラッパーとしてのエロン始まるわけですけど、そうですね、そこからこうインフルナイ組合と合流していくというか、みんなとこう知り合っていく流れってどんな感じだったの？なんかね、最初まあ俺も一人でやってカンと一緒にやってたんですけど、一番最初にサチューシーと出会うんですけど、それは堺の、スローカットプロダクション、山本さんがやってたイベントなんですよね。山本さんがやってたイベントで、多分それこそミキ君とかがゲストか、トコナがゲストかの時に、最後にフリースタイルの時間があったんですよ、ちょっと。で俺もフリースタイルやろうと思って、フリースタイルやって、でその時にサチューシーもフリースタイル出てきたんですよね。でお互いなんかうまいなみたいな感じで意気投合して、そこで知り合って、でもお互い別々のグループなんですけど、最初は。サチューシーは女の子と二人でやってて、シンカーの。で、僕は、カンと二人でやってて、カンはでも DJ になりたいって言うから、じゃあ俺一人でやるって言って、で、同じようなイベントとかに誘われたりとか、その山本さんのイベントにお前ら、あ、ほんで山本さん誘われたんですよ。お前らうまいから、もう来月から出ろよ、みたいな。いきなり誘われて、で、出るようになるんですよ。山本さんのイベントに月一で、出るようになっていくんですよ。ダウン？はい。いや、違います。堺にね、陽っていうとこがあって、堺のちょっとね、もうほんま、なんかサーファーの店とかがある、今は多分もうないんですけど、ちょっと郊外というか、全然田舎に、陽っていう、まあバーみたいな、サウンドバー陽ってとこがあって、そうです。そこが、それまでダウンタコ遊びに出たんですけど、堺にその行った陽ってとこで、なんかやって、やれよって言われて、多分その次からレギュラーで出るようになるんですよ、なぜかいきなり。そうなんです。で、それ、まあ、そうです。そしたらまあ山本さん、まあすごいな、やっぱな。そうなんです。山本さんすごいんですよ。全然まだ、まだ、6に、1曲2曲もない俺とサチューシーを見て、お前ら来月からレギュラーな、みたいなんで、誘ってくれたんですよ。タオル被って。そうですね、被ってましたね、その頃。白いタオルいつも被ってたから、本当に。確か、もうそうですね、それが一番最初かもしれない。それまでも、それまではなんかね、あ、でも最初にそこでサチューシーと知り合って、サチューシーがなんか、大学生イベントみたいな、いわゆるレコード屋の裏にライブハウスとか借りてやるところでイベントとかもやってたんですけど、でもその、堺のようってとこで、いわゆるクラブイベントでレギュラーやるのがそこで初めてで、そこでゲストで、まあ、みきくんとか、結構ね、いろんな人来てたんですけどね、東京からとかも。で、やっていくのが、まあ、キャリアのスタートですね。他の2人は。で、ひだやんとかも、ひだやんもなんか、ひだやんは、なんか最初に、で、その、最初、俺とサチューシーで2人ずっとやってたんですけど、
その頃にイベントで一回そのイルミント、うん、ミントも、うんうんうん、ミンちゃんも神戸で見て、うん、インめっちゃ硬いみたいな、はあはあはあ、俺とサジシもインが硬いのが結構最初共通点やったんで、でミンちゃんもイン硬いっつって気に入って声かけて、うん、で平山もなんか、うん、街で知り合って、うん、で最初は俺となんかサチューシーどんでサチューシーも、グループが解散したというか辞めちゃって女の子が、うんうんうん、で俺とじゃあコンビ組もうってなって、うん、2人でグループをチーフロッカーを結成した頃に、うんうんうん、その頃にヒデヤンとか、うん、ミンちゃんも知り合って、うん、でインフミヤキュベの前身の DBC っていうクルーを作って、うん、その頃やってたんですよ1年2年、うん、QB ナスの QB をパクって、まあ、道頓堀ブリッジみたいなんでこの辺から出会うみたいな感じの、うん、DBC っていうクルーをずっと大阪で活動してって、うんうん、結構ブイブイ言わせてたんですよね。で、そうしてる頃に99年の終わりらへんに、うん、ローダメージの10周年のイベントがあったんですけど、はいはいはい、その時にフリースタイルバトルとかもあって、うん、大阪で初めてのフリースタイルバトルですね。で、優勝したのは俺なんですけど、うん、その時にも、うん、あ他で奈良のヤバいグループがいるみたいなんで、それで、うん、エビスビーツと、うん、大家の当時のノータブル MC ってのを知り合って、うん、その辺から、インフミヤキュベが形になっていくというか、インフミヤキュベ自体は97年、8年ぐらいからあるんですけど、うん、で99年ぐらいに、うん、その、ガッツリインフミヤキュベっていう感じの、最初はだからその、インフミヤキュベっていうよりか、その、DBC、うん、チーフロッカーだけがまず有名やつ、俺とサチューシーだけがすげえクラブでゴリゴリやってたんで、で、そこにでもヒデヤンとかも一緒にこう連れてったんですよ。うん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 、で、こいつも行けてるからみたいな感じで周りに売り込んだりしてて、うんうんうん、で、自分らうちのイベントも始めていくのが、クルーというかポッセー的な感じか。クルーですね、ポッセーです、ポッセーです。はいはいはい、はい。それが97年とか8年ぐらいだったと思うんですけどね。そういうことか。そうそうそう。まあこれね、もうあっという間に1時間過ぎてしまいましてですね。はい、はい、はいはい。これ一応せっかくなんで、これは毎回再放送してるんですよ。はいはい、はい。で、再放送の都合がありまして、はい、ちょっとこの時間を超えられずに、はい、終わってしまうんですけど、はいはい、まあ最後はもう一曲ね、再放送ではかからないけれど、曲はかけようかなと思いつつも、はい。ちょっと告知とかなんか先にできたらなと思うんですけど。告知ですね。うん、とりあえず、直近であるのはですね、うんうん、ちょっと待ってくださいね。これ閉じると。あ、あった。3月21日、震災版、ね、コンパス、マイティジャムロック、はい、ブラックジャックリリースパーティー、はい、そうですね、アルバム、うん、マイティジャムロックのジャム君とこがいる、はい、マイティジャムロック21枚目のアルバムブラックジャックだからそれリリースパーティーで、うん、インフミヤキュベも1曲参加してるんでやらせてもらいます。はい、そして4月11日、はい、エビスリキッドルーム、ね、ダースレーダ ー, ー, ダー満期 5年、はいはい、生き延びた記念をダースの時期がやるんで、はい、それにもちょっとなんか参加しますね、うん、はい、そして、7月1日が川崎クラブチッタでスポットライト2022関東編と。そうですね、前、うん、2年前コロナ禍で4月にやろうとした関東編中止だったんですけど、今年は、はい、4月に、はい、開催します。なので、じゃあ皆さんぜひぜひね、はい、その辺の方に顔を出していただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、この後1曲聴いてお別れなんですが、再放送はここまでよ、はいはい、よ。はい、はい、そうなんですけど。はい。まあ、最後、はい、まあ、その当時、インフミヤキュベが、はい、結成当時にね、好きだった曲を一曲選んでいただいてまして、まあ、それをかけてお別れしようかなというところなんですけど、ね、まあ、一曲選ぶのもなかなか大変だなとは思うんですけど。はい、そうですね、もう、どれかなと思って聞き直したら、なんか当時のクラブをいっぱい思い出すみたいな感じで、はいはいはい。なんかよく行ってたな、クラブみたいな。ただ、うんうん、そんな中で、この曲は、ラップしてる中で、俺の中で、うん、その、当時最初から僕結構ラッパーとして関西弁を意識してやろうと思ったんですよね。大阪弁をうまく使おうと。当時、関西のラッパーは結構みんな、東京標準語やったんですよ、うん、何々だぜみたいな感じで、うん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 、やっぱその東京のラッパーの影響を受けすぎちゃってた面が俺的にはすごい残念だと感じたんで、関西のラップをしたいなっていう、そんな中で、うん、これまあビッグパンの曲をかけるんですけど、うん、スルノッタープレイヤー、うん、フィーチャリングジョーなんですけどね、はいはいはい、このビッグパンのフローって結構まあ、うん、なんていうんですか、詰めてるし、なんか、まあ、近いのっていうか、うん、この、うんうんうん、それも英語と両方できるじゃないですか、ビッグバンも。そこ、そういう流れとかで、まあ、とにかく韻が硬いっていうのが、なんか踏み方とかがすげえ細かく踏んだり長く踏んだりっていうので、結構なんかこういう風に俺も慣れたらいいなっていう当時の理想というか、ビッグバンは結構意識して、なんか、それで俺の名前もエローやったんで、この最初もなんかスエルギャローみたいな感じのやつでやっていくんです。それをちょっと真似したというか、ちょっとこう2文字で細かく踏んでいったりする、ラップみたいなのを意識、作ろうかなっていう曲
なったというか、はい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 、結構影響というかね、まあ好きでしたね。うん、まあ当時めちゃくちゃかかってたし、うん、まあそうだね。クラブで一日何回かかんねんってぐらいで、やっぱかかったりするぐらいの曲やったし、うん、98年の曲なんですね。うん、まあこの後ビッグパン死んじゃうんですけど、はい、うん、なんかそういう意味でも、なんかね、ビッグ L とかビッグパンのラップって結構、韻硬い上に結構、うんうん、当時新鮮やったんです、俺の中で。なんか、また違うスタイルというか、アップデートした感があったんで、はい。これが一番、まあ、結成時好きだった曲の一曲の一つですね、はい。じゃあ最後それを聞いてお別れとなりますが、はい、またちょっとそこから先の話とかね、また他のメンバーにもね、いろいろ聞きたいなと思うので、ああ、ぜひぜひ、うん、また声かけさせてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。そういうことで、じゃあまた適当にやりましょう。はい、はい、よろしく、ありがとうございました。じゃあ最後曲振りだけヨロピケ、はい、最後聞いてください。ビッグパンフィーチャリングジョーで Still Not a Playerランチャンブレイクス。お聞きいただいたのは本日のゲスト、エローンが、インフミアイ組合結成時に好きだった曲ということで、ビッグパン、Still Not a Playerフィーチャリングジョーをお聞きいただきました。ここで一回コマーシャルを挟みまして、コマーシャルの後は DJ ケンボーなんですけれども、とりあえずは、今日のレップのラインナップのご紹介いたしますかね。はい、あれ。はい、行ってみましょう。この後 DJ ケンボーの後2時からプレイリストですね。そして6時からレップ6。本日のロックレップは、ビリー・ローランとカホの番でございます。生放送。今日のトークテーマといたしましては、容器も食べたい。入れ物も食べたいってことね。生ビールやコーヒーのカップ。それはどういうことだ？もう好きすぎて容器もね、食べたい。たこ焼きのトレー。マジか。アイス、ピノの箱、もう、プリンの容器、お弁当箱など、マジ、容器も食べたい。これはまあ、なんすかね、俺が考えるところには、まあ、やっぱり、タレとかがばっこり残っちゃう系のやつとかがまだ進めてそういう風に感じる感じかな。ラーメン、子供の時はラーメン食べた後に、ラーメンの、器をね、ペロペロ舐めるっていうのが、のび太くんがドラえもんでやってて、それを真似した覚えはありますけどね。まあ、とにかく、トークテーマといたしました。容器も食べたい。ハッシュタグカタカナ6レポをつけて投稿よろしくお願いします。8時からはガシマのナイトカレッジ。こちらも生放送。ガシマが最近気になった海外ヒップホップニュースや、関西弁で海外ラッパーの名フレーズを紹介する人気コーナー、パンチラインハンターをお送りいたします。番組特製 T シャツのプレゼントもスタートしておりますので、番組ハッシュタグ、カタカナナイカレをつけてツイートよろしくです。そして9時から渡辺志保の DJs プレイリスト、こちらも生。本日はゲストに DJ ブルセットが登場いたします。LINE ミュージックでオリジナルのプレイリストを作ってご紹介。ブルセットは電話ですね。はい。そして10時からは、ティーストーンスクリュー DJ 初音によるフォースコーストレディオ。こちらは収録です。3人が担当コーナーをシャッフルしてフレッシュな気分でお届け。そして、岡山出身のプロデューサー、DJ カジの楽曲や、都内のおすすめ立ち飲み屋さんをご紹介いたします。はい、そしてですね、ランチタイムブレイクス、今日のスクロビヒップホップ再放送のお知らせです。こちらは、2月26日土曜日、夜10時から、再放送でございます。そして、来週のこのランチタイムブレイクス、ゲストは DJ リョウが登場いたします。来週までね、ちょうどマンボウなんでね、いろいろ地方の皆さん、出演していただきますが、来週は DJ リョウ、リョウから見た名古屋のシーンの、話とか、いろいろできたらなというふうに思っておりますので、そちらの方もお楽しみに。そして、明日ですね、ミュージックバトルチャンピオンシップ、ついにシーズン6に突入いたします。今回はですね、前回シーズン5が、ラッパー DJ 両方混合で、やらせていただいて、その中でも、あれですね、若い方の人たちがやっていただいたんですけど、今回は大人組が、かましてくれます。出演者は、サイプレス上野、DJ セロリ、DJ カンゴ、DJ 太鼓、DJ 渡来、ハブアイスクリーム、ルナ、バイケン、この8名で、出場していただきまして、今週の1回戦第1試合はなんと DJ セロリ VS ハブアイスクリームという、ソースク同門対決でございます。お二人にはタイムスリップバトルという、お題で、昔の話をね、いろいろ昔の話というか
ソースクのいろんな大切な時代に振り返って、そこにタイムスリップしたという状況で曲を選んでいただいております。明日、12時から2時間生放送、ぜひお付き合いよろしくお願いします。ということでここで一回コマーシャルさせまして、あ、もう一個ありました。あ、そう、昨日ですね、あのあれです、J-WAVE の方、マッドスピン、東京マッドスピンでの、まあ、レップとの連動番組ミッドナイトブレイクスでございますけども、昨日ちょっと告知をね損なってしまってね、誠に申し訳ないなと。ただラジコで聞けますんで、ぜひぜひ、チェックしていただけたらと思います。今月の、出演者は、DJ セロリと、それから、ま、ジャンボマッチ、そして、後半の DJ も、DJ セロリがかましてくれます。そして今月のマンスリーチャートもということなんで、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、ここで一回コマーシャル、コマーシャルの後は DJ ケンボー on the 1 and 2。皆さんそのまま、stay tuned!